い、じゃあ最後こちらを置きます。僕はこちら明治安田生命 J リーグについて話したいと思います。まあ理由がありまして、まあ真帆にはずっとサッカーバカ、サッカーバカと言われ続けですね、皆さん、佐藤優也さんには足癖の悪い人たちとずっと言われてきてですね、まあサッカーに詳しい人たちがいっぱいいる中で、まあその大部分を占めてきた人たちが、まあ引退っていうか卒業してしまって、まあでもそのせっかくその部分が SOG に残ってないんじゃないかなと思って、でまあ僕はまあその中でもこの学園で少ないその J リーグファンなので、ぜひ皆さんにそれがねちょっとレガシーとして残ってくれればと思って、J リーグの話をしたいと思います。まあ今年は、まあ、広島の優勝で幕を閉じたのは皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ久々の地上波放送っていうのだったと知ってますかね。実は久々の地上波放送だったんです今年は。それとあの2ステージって聞いたことありますっていうのも今年、まあ、J リーグの話題だったんですね。ではまあ簡単に、ちょっと簡単じゃないかな、 J リーグの歴史を、1993年に開幕しました J リーグは、僕らの2つ上、浅見の1個目93年に誕生しました J リーグ。まあ当時まあカズの全盛期ですね。カズ、まあ今はもうあんな感じですけど、当時はこんな感じ、もうピチピチ超イケメン、まあアイドルですよね。でバブルっていうのもあって、まあ当時大人気だったんですね J リーグは。でこれは当時始まった時のオリジナル10って呼ばれている最初の10チームです。アントラーズ、当時は読売ヴェルディ、清水エスパルス、当時浦和レッズだったかな名前で、ジェフユナイテッド、市原、当時はで、こっちは横浜マリノス、まだ F はついてないです。ガンバ大阪、名古屋グランパス8、横浜フリューゲルス、そしてサンフレッチェ広島で、当時はサッカーはまだマイナースポーツだったんですね。全然、今はもうまあ人気ですけど、大事だったのはいかに分かりやすく、まあ要はライト層ってやつですよね。コアな人はもう分かってるんですよ、サッカーはどういうもんだって言って。ただいっぱいお客さんを呼び込むためには分かりやすさっていうのが大事だったんですよね。それ何をしたかっていうと、2ステージ制、前半戦と後半戦に分けたんですね。それでそれぞれで優勝を決めるっていう風にすると、メディアで前半戦どこどこが優勝しました取り上げてくれるんですよね。そうすることで一般の人の目を引きやすいっていうメリットがあるんです、2ステージ制。そして最後にどこが優勝なのかって分かりやすくするために、もう直接こことここが戦います、これ勝った方が日本一ですよっていう戦い、チャンピオンシップ、まあクライマックスシリーズみたいなもんですよね、をわざと作ったんですよね、分かりやすくするために。そうすることでもう全然サッカー詳しくなくても、あ、これ勝った方が日本一なんだっていう風に分かりやすくしたんですよね。これ分かりやすさが今日のこれキーワードですから。それと面白いのがですね、引き分けがなかったんです当時。リーグ戦なんですけど、普通今リーグ戦は引き分け、ああ今日ゴールなかったねっていう日もあるんですけど、ただそういうゲームを見に行くとちょっとなんかつまんなかったり問題なかったり、なんかなっていう、ちょっとせっかく見に行ったのにっていうのがあるんですけど、当時は引き分けを作んなかったんですね。延長戦、しかも延長戦で、今は15分15分延長前半後半を戦うんですけど、当時はその中でも V ゴールって言ってゴールを決めた瞬間試合終了だったんですね。そこで勝ちっていう、これ世界でも稀に見る珍しい V ゴールっていう方式で、それで延長でも点が入らなかったら PK 戦っていう、本当にもう勝ちか負けかをはっきりさせるっていうのが当時の J リーグでした。なんですけれども、これ2ステージ制、まあやっぱりデメリットもあるんですよね。ファーストステージでもし優勝してしまった場合、もうクライマックスシリーズ出れるってことはもう決まってるわけなんですよね。チャンピオンシップ絶対出れるってことは、セカンドステージのモチベーションを失ってしまうんですね。まあちょっと中途半端な試合ができてしまう、まあ、またですね、世界基準からの遅れ、これちょっと難しいんですけど、世界の標準は年間でどれだけ勝ったかっていうのだったんですよね。それでなんかポストシーズンでまたなんか一発勝負っていうのは普通やらないのが、まあ世界基準だったんですよね。まあ世界基準っていうのはあんま好きじゃないんですけど、まあでも後ろめたさがあったんですよね。世界みんながこうなのに日本だけこうしてるっていう後ろめたさがあった。またチームが少しずつ増えていったんですよね、 J リーグ。最初は10だったんですけど、ちょっとずつ増えていって、そうすることで2ステージって試合数が多いんですよね。どうしても普
通のシーズンやった後にその後ポストシーズンっていうもう一個その要はクライマックスシーズンを行うから試合数がどうしても増えちゃってまあ辛くなってくるんですよね選手に。ということで1996年一度ワンステージ制にしてるんですよね。それでまあ理由はこれオリンピックがあったりアジアカップがあったりとかで日程があまりに詰まりすぎちゃうからじゃあ苦しいねってことでワンステージ制にしたんですね。ただ当時 J2 がありませんでした。なので J2 が降格がないわけなんですよ。どんだけ負けても別にいいじゃんみたいな。そうすることで中だるみが発生します。また同様に消化試合が増える。通年だからまあ最初の方でめっちゃ負けちゃったらもう辛いなきついなってこれ優勝ねえじゃんってなったらもう中だるみ消化試合っていうもう一番しかも降格もないから別に負けてもいいじゃんっていう、 もう最悪のパターンですよね。面白くない試合が増えちゃうんですね。それで1997年1年ですぐ2ステージ制に戻しちゃいます。まあ要は前の年はあのオリンピックと、アジアカップがあったから日程調整っていう面もちょっと大きかったのかなって思います。まあ、またすぐ2ステージ制に戻りました。でこの時にはもうすでに17チームに増えてました。そこで、まあ、ファーストステージ16試合ですね。17チームなんで16試合で次セカンドステージ16試合それぞれで優勝を決めてまたさっきみたいにそれぞれの決定戦を行う。それでもしファーストステージセカンドステージ一緒になっちゃった場合は2位同士が戦ってで1位と戦うっていう方式だったんですよね。なんですけど、途中からまたそれルールが変わって、それぞれ同じ1位になっちゃった場合はもう年間優勝でクライマックスシリーズは行えませんっていうふうに決めた。途中からそういうふうに変わってたんですよね。ただこの頃からですね、J リーグに陰りが見えてくるんですね。まあ少しずつスケジュール変更したっていうのもあったりとか、まああとまあバブルが崩壊っていうのもありますよね。バブルでグワーッと J リーグ来たっていうのもあったんで、ちょっとバブルが崩壊してってっていう悲劇と重なったのがこれです。横浜フリューゲルス消滅。下に書いてある見えますかね新聞。佐藤工業が経営不振。まあ要はバブルですよね。お金ごめんなさい、スポーツにお金を払って余裕はありませんってことになっちゃって横浜フリューゲルスは残念ながら消えることになりました。それでこれフリューゲルスが消えて上に書いてますよね、マリノスに吸収。それで当時横浜マリノスだったのがフリューゲルス消えちゃったけどもうそのエッセンスはマリノスに持ってこうってことで F が入ってて今横浜 F マリノスになってますよね。まあフリューゲルスとは読まないけど F マリノスに今なってます。そして2000年、またまた悲劇が。今度はこちら柏レイソルっていうチームですね。まあ、何が起きたかっていうと年間では一番勝ってたのがレイソルだった。なのにそれぞれのステージで優勝できなかったんですね。レイソルはだから1年を通したらレイソルが一番強いはずなのにチャンピオンシップに出れないっていう、まあ2ステージ制の一番、まあ盲点というかっていうクラブが生まれてきちゃったんですね。まあこれ選手も悲しいですよね。一番勝ってんのになんで優勝できないんだっていう。そしてまた2002年、これはですね、まあこれは悲劇というよりもまあ別にいいんですけど、ジュビロ磐田がファーストステージセカンドステージ両方ともを初めて勝ったんですよね。 いいことですよ。もうめちゃくちゃ強いじゃないですかって。これ前トロフィーの上にいるのゴン中山ですよね。その左が福西がいて、右の上の方には高原もいますし、まあめちゃくちゃ強かったんですよ、この時は。いや、いいんですよ。ただ、チャンピオンシップが開催されなかったんですね、この時は。要はもう完全優勝という形で、どっちとも勝ったから、はい、優勝って決めちゃった。そうすることで、その一番分かりやすい試合を行えなかったんですよね。テレビを見てて、ライトの人でも見てて分かるような試合を、この時は行えなかった。かつその放映権収入もその時はなくなっちゃったっていうすごいデメリットがあったんですね。逆にテレビ局はその分の枠をもう設けてたのに消えちゃった。代わりの番組を作らないといけない、お金の動きもいろいろあっただろうしっていう、サッカー的には良かったけどビジネス的には非常に悪いことが起きちゃったんですね。っていうことで2005年ワンステージ戦にしました。まあこれ当時の写真ですね。右側これ長谷部誠、今の日本代表のキャスケ、当時浦和レッズでちょっとすげえチャラチャラしてたんですね。今はもうあんな感じになりましたけど、まあ、2005年ワンステージ戦に戻しました。
まあ、大義名分としては世界基準に戻しますよ、戻すというか、まあ、世界基準に合わせていきましょうということでした。まあ代わりといっちゃなんですけれども、18チームに増やしてクライマックスシリーズじゃなくて、これはチャンピオンシップって呼ぶんですけど、一応サッカーでは。チャンピオンシップでの収入減っちゃう分を18チームに増やして試合を増やすことで、まあ、カバーしようかっていうふうに多分したんですよね。まあ、これによって、まあ、やっと本来のサッカー、まあ、本来サッカーはこういうもんですから、年間で戦って一番勝ったところが優勝。まあでもまあ代償もあるわけですよね。失ったもの、分かりやすさです。覚えてますか、このワード。分かりやすさを失ってしまったんです。要は年間で優勝を決めるんで、どこで優勝が決まるか分かんないんですよね。もうぶっちぎりで優勝だったらすごい早い段階で優勝が決まっちゃうかもしれない。そうするとその後は消化試合、あと逆に最終節まで、一番最後の日まで分からないっていう場合もある。しかも得失点差でそれぞれの試合の結果を追っかけないといけないという場合もある。まあ、何よりも G リーグにはプロ野球みたいにマジックが点灯しないんですよね。あと何回勝てば優勝だっていうのが G リーグにはまず無理。またチャンピオンシップを行わなくなったことで視聴率を取れる試合がなくなっちゃったわけなんですよね。2005年から要は通年にしたことで、いや山場っていう山場を作れなくなっちゃって、これによって地上波放送が消えてったんですね。そこでまあ2005年、ここからどん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 落ちていっちゃったんですね。落ちてったって、まあ少しずつですけど、まあ、ライトの層がいなくなってたんですね。コアなファンっていうのはレギュレーションルールが変わっても好きですからずっと応援に行くんですけど、まあ、ライトの層の離れが非常に多かったんですね。そこでまあなんとかしないといけないっていうことで、今シーズンから2ステージ制にまた戻すことに、まあ分かりやすさっていうのをまた売りにしたんですよね。ファーストステージでこの左側のトロフィーを目指す、セカンドステージで右側のトロフィーを目指す、それで最後これチャンピオンシップで真ん中のシャーレ、まあ J リーグはこのお皿を取り合う戦いなんで、このお皿を取り合う最後のチャンピオンシップを行うっていう風にまたルールを変えました。分かりやすさを取りに行ったところですね。ただですね、やっぱ2ステージ制っていうのは世界からは遅れてるルールなんですよね。ルール、レギュレーションなんで、まあサポーターは怒ったわけですよ。なんでそういう風にすんの、いろいろ書いてありますよね。世界基準2ステージ制に逆戻りするのか、まあ、反対がすごく単純にバカとかありますよね、人形目の方。それでまたさらにこういうのがあったんですよね。J リーグ成人おめでとう、まあこの時 J リーグが 20周年だったので、頭は赤ちゃんのままだね、世界基準からかけ離れた2ステージ制、そこに日本サッカーの未来はあるのとまで言われてしまっています。まあさすが浦和のサポーターですね。ポックンです。すごいな。まあこういうふうにな、まあ大批判を受けたわけですよ。まあそれでも J はなんとかしないといけないと思って、改革っていう、改革をしないといけないって気持ちだったんですよね。それで2ステージ制にするっていう結果に踏み切ったんだと思います。では結果はどうだったのか。まあ今年終わりましたからね、もう数字出てますから。観客 3.26% 増、まあ微増ですかね。まあ人数にすると17万2215人、ちょっとこれ J1 に限らせていただきます。あとまあ昔のデータとか、昔っていうか、まあ、ずっと J1 の話をしてたんで、 J2 とか入れてくるとまた面倒くさくなるんで、まあ、J1 に限って、まあ、3.26% 増えました、うん。まあどうなんだろうな、簡単に成功したとは言えない。まあこんな要因があるんです、いろいろ。今年はですね、雨の試合が少なかったんですね。でライト層のお客さんからすると、雨降ってるか天気いいかでスタジアム行こうかって結構違うと思うんですよね。やっぱ雨降ると、いやいいやってなりますよね。だから今年は雨が少なかったんです。これ去年51試合あったのが今年25試合、すごい少なかったですね、雨の試合が。でまた去年はですね、浦和の無観客試合があったんですよ。ちょっと浦和のサポーターがちょっといけないことをしてしまって、うん、お客さんを入れちゃいけませんっていう試合で、浦和は1試合4万人ぐらい入るんで、まあ、これだけで去年が4万人少なかったっていう要素もあるんですよね。また今年から明治安田生命さんがスポンサーでついてくれたんですよね。もう J リーグ、明治安田生命 J1 リーグっていうので、で明治安田生命が自分の社員、自分たちの社員と、あとお客さんに、いや安田生命の保険を
ってくれたお客さんにチケット配ったりとか、プレゼント、そうです、特典とか、それで12万人動員したってメジャーサセメントが言ってるんですよね。だからこれもちょっとあるのかなと。まあこれはまあメジャーサセメントスポンサー契約してよくやったっていう、まあこれはまあいいことなんですけど、またまた武藤柴崎宇佐美などの活躍が今年は光りましたよね。まあ日本代表で活躍する若手がこうやって J リーグで活躍してくれることでお客さんが増えた、まあこれはいいことですよね。別にこれは良かったかなと。まあこれはシーズンを通してだったんですけれども、まあ、分かりやすさを求めて一番重要なのが、まあ、このチャンピオンシップ優勝決定戦ですよね。これが、まあ、これどんだけテレビ視聴率取れるか、まあ、年間でスタジアムにどれだけ来てくれたかっていうのももちろん大事なんですけれども、やっぱテレビ放送やっぱこれは大事なんですよね。やっぱり東京で、まあ、関東で、まあ、2000万人ぐらい住んでるとして10% 取れたら、まあ、200万人ですよね。スタジアム1回満杯になっても、まあ、5万人ですよ。だから、まあ、視聴率がどれだけでかいか、まあ、今年の対戦はこうでした、まあ、決勝に限らせていただきます。決勝は第1戦第2戦で2試合で勝ち数が多い方が、まあ、勝ちなんですけども、年間1位の広島、年間3位のガンバっていう対戦でした決勝。ただここで面白いのが視聴率を使うときって関東の視聴率を使うんですよね。これは広島と大阪なんですよ、東関西のね。だからあちょっと視聴率厳しいかなっていう見方だったんですよ。さて第1戦12月2日これ水曜日なんですよね。面白いのがまた平日なんですよ。平日のゴールデンタイム7時半キックオフ。さあ結果は 7.6%。さあ、まあ、リアクションは思うのだとそれぞれ違うと思うんですけど、ちなみに今までも、週末土曜日とかの夕方1時2時3時ぐらい、あのゴルフが始まる前ぐらいの時間あるじゃないですか。あそこら辺に J リーグの放送を地上波でしてたことあるんですよね。その時は大体 2% とか 3% だったんですよ。まそれな、まあ、だから、まあ、平日のゴールデンタイムで 7.6%、まあ、悪くないかなと。でしかもこれもっと悪くない理由があるんですよ。これ見てほしいんですけど、左上これジェリーがやってますよね。これその時の裏番組なんですよ。相棒ね。これ右京さんですよね。右京さん相棒はもう、ね、もう超最強ドラマシリーズの中でも超強い相棒。10代後半ね。でこっちこれザ世界仰天ニュース、凶悪男獄中で強盗殺人計画の真実、まあ面白そう、見たいですよ。仰天ニュース高いし、ね、これもしかもスペシャルなんですよ。仰天ニューススペシャルで、右上これ何かっていうと、ね、これ FNS 歌謡祭やったんですね。いやー FNS、 いや俺実際俺見てたんですよ。これ J リーグ見てたんですよね。で裏で FNS やってて俺裏録できないからもうすんげえ気になっててまあでもまあ J リーグ見るしかねえかと思って録画もできないし、で分かります、この中で 7.6% 取った凄さっていうのはこれ結構すごいことだと思うんですよね。まあさて、じゃあまあまあ1回目で出して第2戦、これは3日後の土曜日ですね、まあ、こちらもキックオフの時間、まあ、土曜日のゴールデンタイム休日、まあ、家にいる場合が多いかな。さあ、さあ視聴率は 10.4% これは結構いいんですよ視聴率としては。裏番組はちゃんと調べてないですけど、なんかめちゃイケがなんかやってました。スペシャル。最近めちゃイケが落ち目なので、ちょっとなんとも比較できないんですけど、そうめちゃイケ最近は視聴率取れてないです。動物園とかですね。それで、まあ、これ関東で 10.4%。なかなかすごくないですかね。どっちのホームでもない関東で 10.4%。ちなみに広島に限って言うと 30% です、平均が。平均 30% います。今、まあ、広島、それは地元ではしょうがないですけど。半端ないですよ。まあっていうのが、まあ、J リーグの2015年だったわけですよ。まあ一概に成功したとは、まあ数字的には良かったですよ。でもただ1年だけで判断するのは難しいですけど、まあ悪くなかったのかなと思います。それでちょっと待ってくださいね。まあそうですね、そう簡単に成功とは言えないけど、まあいい方向には向かっているかなと。 J リーグ今こういう状況にあるんですよ、 J リーグは。それでですね、こういう人たちいたじゃないですか、こういう人たち。ああ、いたね。いた。うん、いた。
だからこの人たち今も文句言ってるかっていうと、まあ、そうでもないんですよね。なんでかっていうといい数字が出ちゃったから、うん、いい方向に向かっちゃってるんですよね。それで、まあ、なんでこの人たちこういうふうに言ったかっていうと、まあ、J リーグが改革をしようとして、まあ、改革をしようとするとまあどっかにしわ寄せがいるわけですよ。苦しみというか、まあ、それが今回はサポーターだったんですよね。なんでかっていうと年間で上位のチームだったのにチャンピオンシップで負けちゃった、まあ、ロッテが昔3位だったのにそこから優勝したことありますけど、まあ、あの時ロッテはあれはすごいってなったけど、まあ、もちろん負けたチームがいたわけじゃないですか。そういうふうにだそのチームからしたらいやなんでこういうルールなのみたいな、だってうちが一番強かったじゃんっていう。ただ今年 J リーグ運が良かったのは年間1位だった広島が勝ってくれたんですよね、ちゃんと順当に。うん、その点では J リーグ側が運が良かったんですよね。もし今年これで3位のガンバが決勝勝ってたら、まあちょっと結果は違ったんじゃないかなと。数字が良くてかつ広島が勝ってくれたっていう、 J リーグ的に運が良かった。だからまあ一見2ステージ制がうまくいったように今は見えてるんですよね、まあ、本当に運が良かったっていう、まあ、それを、まあ、実行してたのがこの人です。 J リーグチェアマン村井充さん、まあ、この人 見たことありますかね。村井充さん J リーグの今一番偉い人、去年就任したんですよね。リクルートから来てリクルートでもまた偉いところにいたと思うんですけど、まあ、この人が、まあ、2ステージ制を、まあ、この人がってわけじゃないんですけど、まあまあ、中心となって2ステージ制を導入して、まあ、分かりやすいですよね。コアファンはいいや、あのライト層を取り入れようっていうことをしようとしたんですよ、この人。それでそのしわ寄せがコアファンに行っちゃうことも分かってたんですよね、あのさっき文句言ってた人たち。でもこの人が面白いのは、まあ、これ多分全部推測ですよ。この人はいやコアファン、いや君たちそういうふうに文句言うけどでもまあ試合見に来るでしょっていう気持ちが多分この人の中にあったんですよね。あんだけ文句言っててもだってあの観客動員が減ってないわけですから、まあ言ってみればこの人の思惑通りになったわけですよ。恐ろしい人だなと。それで僕一個疑問、まあ、J リーグそういうなかなか今年は成功したな、施策良かったなと、ライト層を取り込むにもいい活動ができたんじゃないかなと思ってた中で一つだけ疑問に思ったことがあって、皆さんこの人知ってますかね。知ってる人いる。なんだっけ、まあ、もう知ってるよ。佐藤美樹さん。そう佐藤美樹さん、あ、そう、努力してるこれ、うん、そう、J リーグ公式マネージャーっていうのを J リーグは作ってるんですよね。あ、2015年の。そう、2015年だけじゃなくて、で、ま、この前は足立理香っていう人がやってて、あ、まあ、足立理香も始めた時はそんな有名じゃなかったんですよね。それで、まあ、それでなんか2015年から新しくこの佐藤美樹、通称佐藤美樹って呼ばれてるんですけど、なるほど、佐藤美樹になって、ただ僕はすごい疑問だったのが、なんで佐藤美樹使うんだろうみたいな。ライト層を取り込みたいなら、うん、佐藤美樹が持ってる潜在的そのファンっていうのはそんな有名じゃないわけじゃないですか。だからライト層を呼び込みたいならガッキーとか、まあ、金かかるとかそういうのはちょっと一回置いといて、うん、でガッキー使ったり、でガッキーが J リーグマネージャーになりましたとかなればおマジかって、でみんな J リーグ注目するみたいな、やればいいのにって俺突っ込むんですよ。で結局里見機使って里見機使って喜んでるのは普通に普通元々サッカーファンだった人たちが喜んでるだけなんですよね。いやそうじゃないですか。だって別に里見機が J リーグのマネージャーになったっつったからってみんな知らないでしょ。全然ね知らなかったでしょ。どうでもいいみたいな。まあまあこういう活動かもしれないですよね。こういう実際スタジアムに行ったり。それで俺このシーズンが終わってから思ったんですけど、いやなんか里見機を使ったのはそのライト層を呼び込むためじゃないんだなって、翼さんとも喋ってたんですよ。なんで里見機使うんだろうねってあんま意味ないじゃんって翼さんも言ってて、ただその後に気づいたのが、いや待てよとね、さっきは村井満さん J リーグチェアマンは改革を行ったわけですよ、ライト層を呼び込むために。でそのしわ寄せがコアファンに行った、コアファンは苦しい思いをしたわけです、あれに文句を言うぐらい。そのコアファンの目をそらすっていうか、黙らせるじゃないけれども、可愛い子を入れとけば、ちょっとそっちに目に行って、ちょっと黙るかな、ぐらいの気持ちで、そこに使ったんじゃないかなと、僕の勝手な想像
村井光陰謀論っていうのがありましたまあ里見を使ったもう僕なりの答え、まあまあ正解は分かんないですけど、ちょっと J リーグの今の方針とはちょっとずれた施策があって、まあ、そういうことなのかなっていうので、まあ以上僕の J リーグ今こういう状況だよっていうふうに説明させていただきました。これでまあ皆さんもちょっと J リーグは興味持って人にちょっと話せるぐらい知識ついたかなと、まあ、よければ試合も見てみてください。以上です。ありがとうございました。